グランツリー武蔵小杉は、神奈川県川崎市中原区にある、セブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設で、ある。武蔵小杉駅前にかつてあった、東京機械製作所玉川製造所第一工場の跡地に、駅前再開発の一環として2014年11月22日オープン。これに合わせ、 もともと武蔵小杉駅前にあった伊東洋華堂武蔵小杉店は武蔵小杉駅前店と会場し武蔵小杉駅前には2店舗の伊東洋華堂が共存することになったモール SC 開発が運営する商業施設にアリオがあり計画当初は歌唱でアリオ武蔵小杉となる予定であったしかし地域社会と一体となったお客様や街に寄り添い 共に成長し躍進する大きなぬくもりのある木のような存在でありたいというコンセプトのもと新しいブランドであるグランツリーとして開業することになった仮にアリオとして開業していればアリオ市原が2013年11月28日に開業して以来の18号店となる予定だったなお十八号店はアリオを監視つつも新しいブランドであるセブンパークとして セブンパークアリオガシワが2016年4月25日に開業した。なお、グランツリーとセブンパークアリオガシワには、いずれも、蘇豪、西武連盟の小型店、西武、蘇豪が出店したが、グランツリーの方は、売り上げ低迷のため2017年8月27日での閉店が決定した。2021年4月28日に開業以来、 最大規模のリニューアルを行い、その際に、総合、西部が、西部ブランドで、食品、ギフトアイテムを中心とした店舗を再出店している。各テナントの一覧、詳細情報は、グランツリー武蔵小杉ホームページを参照。ありがとうございます。